おはようございます、こんにちは、こんばんは。股関節専門サロン松本市厚井のキプチューバー田山です。本日もよろしくお願いいたします。股関節症の真実についてお送りしております。股関節症の正しい情報を知っていただいて、股関節の痛み取っていく方法をお伝えしております。まずはじめに、お話をしますが、その後にはですね、実技のコーナーとして、猫背を直して股関節痛を取ろうというテーマで今日もお送りしていきたいと思います。このテーマは3回連続となりますね。今日3回目です。はい。ではその前にお話の方を聞いてください。最近の診察と、患者さんの関係、患者さんが求めるものみたいなものがですね、昔とちょっと変わってきてるのかなっていうところがあります。それはですね、今の診察は、治療よりも診断が中心になってるんですね。治療よりも診断が中心。なんかおかしくないですよ。病院に何しに行くんですか？治療しに行ってもらうんでしょうね。治療しに行ってもらうんだけど、実は中身は診断してもらうことが中心になっている。この背景にはいろんな理由があると思うんですけども、病院に行って病名がつく、病名診断がつくと安心するっていう人がね、増えてきてると思うんですよ、昔よりも。そこで満足感を得てしまう方、なんかそれで安心みたいな方が増えてきてると思うんです。痛みの原因が明らかになっても、当然その痛みが改善しなければ、解決になってないじゃないですか。その病院へ行く前と何も変わってないんですよね。状態として、その方の体の状態としては。何も変わってないんだけど、安心っていうものだけ手に入れて病院から帰る。体はでも何も変わってない。ちょっと不思議ですよね。受診する、そうだね、目的っていうのがちょっと変わってきちゃってるんですね。こう、あるいは、股関節症の方でね、よく耳にするのは、受診するために、手術の話と、内服と湿布の処方だけで帰る、終わりみたいなことに、もううんざりしてしまっているような方もよく聞きますね。そういった診察になってしまっている。だから、結局治療がないんですよね。例えば、整形外科の先生に行って、投薬ですね。内服、ロキソニンという痛み止め湿布出しますとか、あるいはリハビリに行って物理療法ですね。牽引とか温めるとか赤外線とかいろいろありますよね。機械を使った物理療法って言いますね。ああいったのだとやっぱり根本治療は難しいですね。なかなか良くならないですよ。その場限りのって感じで、一時のしのぎに過ぎないと思いますね。でも、最近の患者さんっていうのは、原因不明と言われるよりも、はっきりと診断名をつけてもらうっていうことが安心につながるっていう傾向がありますね。ちょっと面白い傾向かなと思っております。病院行くとレントゲン取ってもらうんですけど、レントゲンも診断名を出すための一つの要素でしかないわけですね。っていうのは、レントゲンと皆さんの体における症状っていうのは一致するとは限らないんです。変形性股関節症末期と言われても痛みがゼロの人もいる。変形性股関節症の初期、あるいは前期と言われてもめちゃくちゃ寝れないぐらい痛い人もいる。っていうような不一致が起こってしまうんですね。で、あるいはそうですね、よく聞く話だと診察でね、もうパソコンばっかり見ていて、患者さんと目線が合わない。目を合わせないっていうドクターもいたりっていうのを聞いたりしますね。レントゲンで、すり減った軟骨や、変形した骨が痛みの原因ですって説明する先生も非常に多いですね。全員ではないですけど、非常に多いです。そして、もうこれは手術でしかありませんねって話になっていきますが、でも、おかしな話で、骨や軟骨には神経がない。これは当然の話だし、絶対にもう 120% お医者さんも知ってるはずなんですよ。ね。だってね、大学行って、臨床実習やってきてるわけですから、知らないわけがないんですけど、なぜかそういう説明をしてくるわけですよ。だからもうありえないですね。すり減った軟骨が痛いとか、変形した骨が痛いとか、そんなことはありえないわけですね。で、痛みっていうのは皆さんの体の中で、痛みっていうのは筋肉で起きてるんだけども、それを感じてるのは神経を伝わって脳で感じてるわけですね。筋肉では痛みは感じてないんです。この神経が脳に来て初めて、痛いっていうことを感じるんですよね。で、その慢性的なこう痛みの神経が脳に起こられているのは、かなり脳にとって過剰なストレスになって、
痛みに過敏になってきちゃうんですよね。で、慢性的なストレス、脳に対しての過剰なストレスっていうのは、筋をますます緊張させてしまうんですね。緊張させてしまうっていうのは硬くしてしまう。そうすると、どんどん血流が悪くなって、さらに痛みが強くなる。あるいは痛みが過敏になっていく。っていうことの悪循環、負のスパイラルに陥っていきます。まあ、その負のスパイラルからどう脱却したらいいかっていうのは、まあ、とにかく体を治すっていう意味では筋肉をほぐすことですね。筋肉をほぐして、その負のスパイラルの悪循環を断ち切ることが重要になってきます。で、痛みが取れたら次にやるべきは、痛かった足に怖がらずに体重をかけていくっていうことを生活の中で意識していく。これが、股関節症の改善に向けて大切なことになってきます。結構ね、お医者さんが怖がらせるようなことを患者さんに説明するんですけども、生活の中で骨が急に崩れたりとかね、変形してる骨が崩れたりとか、関節が急に脱臼しちゃったり、そんなことはまずありません。股関節の周りは、もう、体の中で一番強い1トンの力にも耐えられるような靭帯がぐるぐる巻きになっているし、その周りにはさらに22本もの筋肉がぐるぐる巻きになって、こう関節を守っているので、急に外れたりすることはないので、皆さん安心して痛い方の足、痛かった方の足ですね、痛みが取れてから体重をかけるっていうことをやっていきましょう。変形っていうのは修復作業です。変形し続ける。もう変形性股関節症は進行性だって言われてますけど、進行性ではありません。つまり変形し続けることはありません。必ず終点があります。修復作業が終われば必ず落ち着くんです。その変形が落ち着くし、変形が落ち着けば痛み自体も落ち着きます。骨は皆さん大丈夫です。自分の自然治癒力を信じてあげてください。そして骨が大丈夫になった暁には、痛みも大丈夫になってきますんで、心配はいりません。それに向かって皆さんコツコツと毎日、筋肉ほぐし頑張っていきましょう。では、ここからですね、実技の方をやっていきますが、今日はですね、3回目の猫背を治すということをやっていきたいと思います。皆さんどうしてもね、今携帯をいじったり、本を読んだり、パソコンやったりということでね、こういう姿勢が多くなっちゃうんです。猫背で顎が前に出ちゃう。こういう姿勢で携帯をやってる人、とても多いですね。これはまあ股関節症に限らないですけど、股関節症の方はよりそういう姿勢にもともとなりがちなところがありますので、より注意が必要になってくるわけですけども、この姿勢をぐいっと胸を張って、肩を引いて、顎を引いてっていう綺麗な姿勢、正しい姿勢に近い方へ持っていきたいと思いますんで、それを今日は、前々回は寝てやる方法、前回は座ってやる方法、今日は最後の締めとして立ってやる方法をお伝えしていきたいと思います。では立った姿勢で、猫背を直していきますが、皆さんどうしてもですね、股関節前傾して反り腰、べっちりの反り腰でね。で、だけども、肩甲骨と肩甲骨の間は猫背。で、顎が前に。こういった、極端に言うと、こういった姿勢になっていることが、股関節症の方は非常に多いんですね。これを、顎を引いて、胸を張って、骨盤を後傾させて、でっちりを直す。このような姿勢に持っていきたいですね。で、そのために、猫背からちょっと直していこうと思うんですね。では、やり方としては、壁の前、10センチぐらい間開けて、かかとが来るように立ちます。肩幅ぐらい開けていいです。で、このまま、ペタンと壁に寄っかかります。で、またいつものごとく、基本の鍛錬ですね。腰骨の後ろに、隙間ができますから、その隙間を埋めるように、ぐーっと、ドローイン、おへそを壁の方に押し付けます。腰骨で隙間を埋めていきますね。そうすると、下腹部ですね。丹田のある場所、おへそから下5、6センチ下のところに力が入ります。そして、顎を引く形で、顎を喉ごとけに近づける形で、後頭部、頭の後ろをつけます。この後頭部つけるときも、丹田抜けないようにしながら後頭部をつけます。これが開始の姿勢。で、ここからですね、今日は手を前に持ってきます。やることを説明すると、手を
前、このような形で肘からぐーっと、小指の付け根のところですね、ぐっとこのような形でくっつけます。でここからこのように上に上げていくんです。こう開いてもダメだし、離れちゃってもね、こうなっちゃってもダメです。ここはくっついたまま動く範囲で動かしていきます。そしてもう一つは、横から見た時もこの腕のラインと壁のラインが平行なままで上に上げていきます。これダメです。これもダメです。まっすぐ天井に向かって上がっていく、このラインがまっすぐのままですね、崩れないってことになります。はい、この2つの条件を守りながらやっていきましょう。10センチ間開けてかかとを置く、そのままベタンと背中をくっつけて隙間を埋めるように丹田を入れる。丹田を入れたら顎を引く形で後頭部をつける。ここがスタート姿勢、この姿勢は崩しません。ここから先ほどのような姿勢を腕を顔の前でつけます。そして上に向かって、天井に向かって手が肘が離れない範囲で上げる。離れる前ギリギリのところでそのまま30秒取ります。かなり肩甲骨の周りがストレッチ効いてる感じが味わえると思います。で30秒止めたら1回力抜いて楽にします。結構大変ですよ。で15秒経ったらもう一度丹田確認し、顎確認し、後頭部つけて顔の前でセッティング、そこから上げていきます。はいですね、これをですね、30秒やって15秒また休むというのを3セットやってください。でこれがだいぶできるよという方は次難易度を上げていきます。難易度の上げ方は壁とかかとの間を狭くします。じゃあ次、まあ8センチでもいいですし、5センチでもいいです。まあちょっとずつやっていってください。じゃあ今度5センチで開けたとしましょう。同じです。丹田入れて、下腹部力入れて、顎引いて後頭部つける。前で手を閉じて、セッティングして、用意スタートで上げていきます。さっきよりね、上がんなくなります。だんだんきつくなります。で、これも同じように30秒を3セットやっていただいて、最終目標は、かかとをしっかり壁につけた状態で丹田を入れる。こうなってくると丹田を入れることが大変です。丹田入れて顎を引いて後頭部をつける。で丹田抜けないようにセッティング、もうこっから辛いんです。でセッティングしてこっから上に上げます。もうね、もうほんと数センチしか上がりません私は。で30秒を待って、30秒経ったら15秒休憩というような形で、これが猫背を直していく、最終目標となりますので、ぜひここまで到達できるように、寝てやる猫背の直し方、座ってやる猫背のやり方、立ってやる猫背のやり方と順番に、ステップアップしてきてください。肩が痛い方は無理しないでくださいね。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録まだされてないことがもしいらっしゃったら、ぜひ下のチャンネル登録のボタンを押していってください。チャンネル登録をしていただくと、いいこととしては、私の新着動画が上がった時にすぐに連絡がいって、すぐに新着動画のアップを見ることができます。見逃しがなくなります。また今日の動画ためになってよかったよって方は、下の高評価ボタンを押してもらえると、私動画作りのモチベーションが上がって、ますます良いものを作ろうと思いますんで、ぜひこちらもポチッと押すだけですから、クリックしていっていただけると嬉しいです。それでは皆さん、猫背を直して股関節痛を取っていきましょう。お大事にしてください。